ISU グランプリシリーズは国際スケート連盟が承認するフィギュアスケートのシリーズ戦。前年度の成績などにより出場資格を満たした選手たちが出場するそれぞれアメリカ、カナダ、中国、フランス、ロシア、日本で開催される6大会と6大会の上位選手が出場するグランプリファイナルを含めた総称。1995から1996シーズン。 各国で行われていた国際競技会からドイツ、カナダ、アメリカ、フランス、日本で行われていた5つがシリーズ化され ISU チャンピオンシリーズが始まった。同時に初戦の上位入賞者が出場する競技会として ISU チャンピオンシリーズファイナルが創設された。1996から1997シーズンからはロシアの大会もシリーズに組み込まれた。 1998から1999シーズンから ISU グランプリシリーズと解消。2003から2004シーズンからはドイツの大会に変わり、中国の大会がシリーズに組み込まれ、現在に至る。出場資格要件はシーズンごとに発表されているが、ISU 世界ランキングの改定がなされた2007から2008シーズン以降は、ほぼ変わっていない。 全シーズンの世界選手権の上位者 ISU ランキングやシーズンベストスコアの上位選手などが出場資格を獲得する。各選手は最大で2大会まで出場することができる。2014から2015年シーズンの出場資格要件は以下の通りシード選手2014年世界選手権の1位から6位までの選手をシード選手とする。シード選手には くじ引きによってに大会が割り当てられる。過去10年間の世界選手権で上位6位に入った選手が復帰する場合、一度だけ2枠の出場枠を得ることができる。また、出場のためのミニマムスコアを満たす必要はない。もしシード選手、または復帰する選手が割り当てられたどちらかの大会を欠場する場合、それが医療上の理由であったとしても、 他の大会への新たな割り当てはない。ここまでで欠員があった場合、2014から2015年シーズンのベストスコアが2013年世界選手権の上位6名と、同等かそれ以上の選手が優先的にシード選手になる。招待選手2014年世界選手権の男女シングルで7位から12位、ペア、アイスダンスで7位から10位でミニマムスコアを満たす選手は、 二つの大会に選出されることが保証される。もし、それらの選手で引退者が出た場合、2014年世界選手権の13位以下、11位以下の選手が順に選出される。過去2シーズンの世界選手権で7位から12位に入ったペア、アイスダンスの選手が新しいパートナーと組んで出場する場合、直前のパートナーとのベストスコアでリストに乗ることができる。 また、出場のためのミニマムスコアを満たす必要はない。2012年、または2013年の世界選手権で7位から12位に入った選手が2012から2014年シーズンを怪我で欠場、もしくは競技会に参加しなかった場合、直近のシーズンのベストスコアでリストに乗ることができる。また、出場のためのミニマムスコアを満たす必要はない。 ここまでの記述に当てはまらない選手で ISU 世界ランキングで上位24位または2013から2014年シーズンのベストスコアでミニマムスコアを満たした上位24名の選手は一つの大会が保証されるベストスコアのリストはシーズンごとに以下の大会のものから編集される世界ジュニア選手権のメダリストと ISU ジュニアグランプリファイナルの金メダリストは出場のためのミニマムスコアを満たしており2014から2015年シーズンからシニアに参加する意向があれば選考対象に含まれる大会開催国の選手は最大で3名その国の大会に参加できるこの3名とはここまでの記述に当てはまる選手から選出される もし開催国がその3名分の権利の行使をしないならば、その空き枠は2の A から E に該当する選手から満たされねばならない。開催国の選手を出場させる場合、まず2014から2015年シーズンのベストスコアの上位75名の中から選ばなければならない。開催国の選手は出場のためのミニマムスコアを満たしている必要はないが、満たしていることを推奨している。 2の ABC に該当するのすべてのスケーターが一つの大会に選出されてもなお空き枠がある場合、開催国は2014から2015年シーズンのベストスコアの上位75名から選手を選出して空き枠を埋めることができる。シード選手と復帰する選手と、ここまでの招待選手のほかに、それぞれの開催国の ISU メンバーは ISU フィギュアスケートイベントコーディネーショングループに、 よって設定された選出手続きにより、追加選手を選出することができる。しかしながら、一つの大会の最大エントリー人数は以下の通りである。招待選手は二つより、多くの大会に参加することはできない。これらの大会は、ISU 世界ランキングのポイントと賞金が与えられる。最大3人。 三組の選手が同一国から同じ大会に出場することができる。もし、シード選手ではない選手が選出された大会に出場しない場合、他の大会に選出されることはない。もし、シード選手ではない選手が医療上の理由で選出された大会に出場しない場合、他の大会に選出されることはない。ミニマムスコア2014から2015年シーズンの グランプリシリーズに出場するには2014年世界選手権の優勝者の3、5のスコアもしくは ISU の設定する最低技術点のいずれかをクリアしていなければならない。2014から2015年シーズンのグランプリシリーズの出場に必要なミニマムスコアは2014から2015年シーズンのグランプリシリーズの出場に必要な最低技術点はアメリカ、カナダ、 中国、フランス、ロシア、日本で開催されるグランプリシリーズ6大会のそれぞれ男女シングルは1位から8位、ペア、アイスダンスは1位から6位までの選手にポイントが付与され、その獲得合計ポイントの上位6名、6組が ISU グランプリファイナルと呼ばれる大会に出場することができる。ポイントが同点の場合は、出場したに大会における、 最高順位が高い選手を優先する。獲得順位も同じである場合は、2大会の合計ポイントが多い選手を優先する。ISU ランキングの算出のために、各 ISU 公式大会の入賞者に与えられるポイントは、高い順に、オリンピックと世界選手権、欧州選手権と4大陸選手権、ISU グランプリファイナル、ISU グランプリシリーズの順となっている。 2018から2019シーズンは休止。グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキ2018が大体開催される。グランプリオージーフィギュアスケーティング2014-15アウンスマウント。ありがとうございます。